はい、どうも、ゆきです。今日はですね、昨日、購入したキャベツ、100円で一玉で売ってたんですけど、その中にですね、謎の虫が混入していた、ということで、こちらをね、ちょっとわかんないかな。これ、眉なんですけど、この中にね、これ眉。ちょっとわかんないか。ここにね、これ眉なんです。ここ。この謎のね、おそらく、まあ、見た感じ、だいたい大きさが、8ミリくらいかな。でね、眉になってるんで、もう、多分、成虫になる、一歩手前だと思うんですけど、蛾かな？ちっちゃい蛾か、長官のちっちゃいですね。これ、モンシロチョウの、あれではないと思うんですけど、まあ、ね、まあ、昔、モンシロチョウ飼ってたけど、これ、モンシロチョウじゃねえな。なんか、眉みたいなので、毛で覆われてるんで、これは多分違うと思いますが。まあ、とりあえずね、飼ってみて経過を、まあ、成長して、蛾になったらね、まあ、蛾か多分蝶なんですけど、になったら報告したいと思います。それではご視聴ありがとうございました。